結構暗いんですよこれ。さてと上には行けんのかな。まあ、いや上行ってみるか。これくらい。よいしょ。でも止まってるのかな。ああ止まってるね。まだ止まってますね。ただいまですね。9時26分ですね。9時26分です。9時26分。分の相鉄ローゼンの鳴瀬店だと思うんですけどね。よし。じゃあいいや、ここら辺で一回止めちゃいますか。よいしょ。よっ。屋上階。しました。それでは終了したいと思います。はい、じゃあそれではですね、相鉄ローゼン鳴瀬店から出発していきたいと思います。さあ行きますか。行きましょう。屋上何台？1台。ここはね22時45分まで営業しているようなんですけどね。まあさすがにこの時間帯は屋上に止めてる人はそんなにいないですね。よいしょ。よいしょ。にしてもスロープが黒い、スロープが暗いな。こんな感じなんだね。この階はまだ止めてる車結構いますね。もう最近ね、もう最近っていうか、今日はですね6月の下旬なんですけれども、あっという間に梅雨明けしてしまいまして、まだ6月なのに35度とかの猛暑日が続いております。なんでね、ちょっと夜撮れる時間帯ができたのでここで撮ってます。さてと、まあ疲れたらね帰りますけどね。暗いね。駐車券を入れてください。駐車券を入れてください。ご利用ありがとうございました。はい、じゃあそれでは、次の場所で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。では一旦終了します。
今回も最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。それではさようなら。ではでは。